なんか、なんかサービス残業でまだ会社にいる人がなんかやってたよね。会社からやってんだから。会社からなんかどうしてもモノマネしたいって言ってしたもののめちゃめちゃ下手で大会が決まりましたって言われてる。かわいそうすぎる。かわいそうすぎた。一人なんかさ、一人なんか録画流したやついたよね。なんか録音流したやついたよね。あ、録音いた。不正いた。不正すぎて。あの、カラオケ配信やってるやつもいた。カラオケなんですけど、あれですか。準備がいりますんで、つって。準備してから来いよって言ったら、カラオケの中で準備。でも、最初に見た、ライブキャン切ってたら全然行かなかった。いや、ノイキャン切ってたらな、俺。あ、忘れてたわ。ノイキャン切ったら優勝したけど。いやー、ナダルとフリーザにはかなわない。フリーザに勝てるやついないでしょ。フリーザやばいでしょ。え、だっけ、東京、帝京平成大学か。フリーザ。あれ、面白かったな。フリーザー。本人かと思ったらマジだね。あるある。スパインダーあるある。レベルが、コミュニケーション下がる。ある。でなら交換になる。ロシアがトレンドなんだけど。ロシア大好きじゃん。ウルハロシア、ウルハロシアがトレンドなんだけど、恋の暴走で原始プレイヤーを引退に追い込む平和なゲーム界隈があれほうがどういうことやねん。未経過半期でしょ。どういうこと、長すぎどういうどういう話読めない。え、何？原神プレイヤーが引退したの？で、ミキネコの囲いが暴走して原神プレイヤーが引退に追い込まれるの？どういうこと？ミキネコの囲いが、ミキネコがゲームやるって手伝いしたいから、なんだっけ、レベル上げてくださいって言った。原神プレイヤーって、ちょっと、ね、なんかちょっとアカウントください。アカウントください。でこっからあの三毛猫の囲いがなんだろう、暴言吐いて帰ってったんだけど、それを。ツイッターで、ファミケネコってハッシュタグつけて、なんか、ツイートしたら、なんか、炎上
上じゃないか。最初三毛猫のファンにボコボコに言われたって。そう。だったじゃんけんする。なんか。三毛猫釣ってやばいな。やばい。めっちゃ追消ししてるよ。なんかめっちゃなんか。毒吐いて一緒に追撃してるのめちゃくちゃ面白いわ、マジで。毒吐いてめっちゃいいでついて一緒に消えるっていう。すごい、なんか。何時みたいな。でこういう、あの、こういうことが増えてるたびに、あの、2年間も、あの、なんか、生き続けた、あの、フォローし続けた顔は熱いゲーム、逆に、フォローがやっぱ出てる。ホロライブってすげえよ、やっぱ。ホロライブすげえ。こいつを2年間ホロライブに、なんか、閉じ込めてたカバーすげえなっていうことです。閉じ込めてたさ、同期のさ、お知らせ配信でも、なんか私たちが日本でどうすることができなくて。同期がかわいそうだな、あれ。本当にアンチセイかわいそうな。本当にかわいそうすぎる。アンチセイすげえメンヘラだよな、マジで。なんかさ、知ってる、なんか YouTube のさ、なんかミキネコチャンネルサブみたいな名前さ、なんかさ、なんだろう、これ本人のサバカじゃねえのかって、なんか噂されてるところにさ、うん、なんだっけな、待ってよ。これさ、これちょっと見たしだけどさ、これやばいよ、これ。これマジでやばいね。え、いやいや、取っちゃなくて。あの、これなんか、なんかさ、イケネコチャンネルサブチャンネルがあって、なんか、ルー話し合いになりました、コスプレとかってタイトルつけて、なんか、コメ欄に本人が現れて、私のチャンネルで別の迷惑かけないでくださいって言って、それに、ありがとう、もう一人私、今は別々に生きてるけど、また前のように、ルシアとして進めないといけない。私は面白い感じで。怖すぎでしょ、これ。これ本人やったらクソ怖いよ、これマジで。怖いよ。これ本人やったらマジで怖いよ、これ。本人やったら、マジでやばいやつだ、これ。おーうわぁテンション上がっちゃった。あ、ん？あれ？おー。すげえ。あれ、ここは立てこってできんかった。マジ？もう、LU2 のやりすぎですね、俺。俺、立てこわすぎて永遠に頑張って横で。抜け待てもその時じゃないかな。あーね、確かに。この時代は抜け待てそんなメジャーな技じゃないよ。にゃー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 。あ、取っちゃっていいんすよ。いや
や俺 QSLG で一回 QSLG 一番最初で死んでるから。いや、長いよ。おお、はい。でで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 。集中よ集中。一本集中。一本集中。あ、このカウントよく消える。消えない。切れない、あ、切れない、パワー、パワー、切るかな、切るかな、まあ言うてね、言うてだから、まあさっき練習した通りだよ、練習した通りで行きましょう。はい、じゃあ膨らむのを見て、いくやつね、これそうです。はい、めっちゃこれもかわしてるんだよ、じゃあどうぞどうぞどうぞあと一回かわすだけで、わっあっうますぎー、もうしっかりしっかりなんかまっすぐ倒さなきゃ蹴れないから、知ってる、知ってる、はい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